今日はラーメン服と同じ駐車場で、来るたびに気になっていたラーメン屋の突撃ラーメンに突入しました。注文は味噌カレーラーメン940円です。少し待って着丼です。チャーシューがどでかいです。麺は縮れた黄色い中細麺ですね。スープが想像と違ってサラサラですね。それではいただきます。まずはスープをいただきます。結構あっさりしてますね。驚きです。麺は弾力があってコシがあります。スープが絡んで美味しいです。チャーシューは豚の旨味が溢れてます。大きくて食べ応え満点です。最初はドロドロのダク系スープを想像していたので、このあっさりスープはびっくりしました。カレー風味の味噌ラーメンという感じでした。これはこれで美味しかった。そして札幌ラーメン特有の弾力のある麺がとても美味しいです。何はともあれ、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。